マキシモセクシーのリングネームで知られるホセルイスはメキシコのプロレスラー。メキシコシティ出身。父親はブラソデプラタ。2000年4月2日、コラゾンでドラゴンのリングネームでプロレスラーデビューを果たす。デビュー後、ペペラス、ブラソジュニア、ブラソデプラティーノジュニアへとリングネームを変更。2004年2月、リングネームをマキシモへと変更。 2005年10月7日にテファノジュニアエルサグラドと組ドクトル X& ニトルサングレアステカを破りメキシコナショナルトリオ王座を奪取。2009年11月15日、カベジェラコントラカベジェラで奥村に破れ坊主になる。2010年6月6日、タイチと対戦して勝利。タイチを坊主にした。2011年1月22日と23日、 新日本プロレスの後楽園ホール大会 CMLL ファンタスティカマニアに出場。同月22日では同じオカマキャラの男色 D のと組んで、けど、邪道組と対戦し敗退。同月23日には因縁の大地と対戦しこちらも敗退した。2012年にも来日。2013年1月 CMLL ファンタスティカマニア2013に出場。 因縁の相手である大地とシングルマッチを行い勝利。2014年4月、デエスコルピオンの持つ CMLL 世界、ライトヘビー級王座に挑戦も敗退。2015年1月30日、CMLL オンフォックススポーツにて、CMLL 世界ヘビー級王座を保持するダミアン・エル、テリブレに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュした。10月23日、 CMLL スーパービエルネスにて、リングネームをマキシモセクシーへと変更。ありがとうございます。